ありがとう侍ジャパン。寝不足だけど鷺沼兄弟書いてみました。皆さん応援お疲れ様でした。私も朝まで応援してしまいましたので、今日はなんだか寝不足でございますが、もう感動冷めやらぬという感じなので、ちょっと絵でも描いてみようかなと思います。どの選手も本当に素晴らしくて、もう感動の嵐の振り返りだったんですけれども、その中でもこの鷺沼兄弟と呼ばれている三笘薫さんと田中碧さん、この2人の活躍もすごかったですし、なんといってもこの小学校からの幼なじみで2人とも日本代表になるなんて本当ドラマチックですよね。俺たちもあの2人みたいに一緒にワールドカップ目指そうぜなんて励まされた子どもたち多いんじゃないですかね。本当に勝ち負けだけではなく、夢と希望を大人にも子どもにも与えていただけた、とっても素晴らしい試合だったと思います。侍ジャパンの選手の皆さん、スタッフの皆さん、そして森保監督、素敵な時間をありがとうございました。私も頑張ろう。